帰りお疲れ、こんばんは、まちみでございます、はい、さあ今日はですね MA1 ですね、うん、私が来たということはめめ1、はい、第5話、はい、5話です。昨日放送ありましたということで、うん、ちょっと出遅れたのよね、リアタイム。あ、私たち、そうそうそう、うん、ちょっとだけ出遅れて、ね、さっきもっぺん見ました。そうそう、ちょっとだからね、あの練習風景見れてないチームもあるんだよね、私実は。あら、うん、まあまあ、それでもいいじゃない、うん、ね、一応パフォーマンスは全部見たし、要はパフォーマンスでしょ。はあ、ね、まあね、うん、いろいろ決めるのもパフォーマンスだけど ね、そうでしょ、はい、うん、まあまあいいじゃないですか、行ってみましょう。じゃあそれでは、スタート。はい、こちら、はい、はい、じゃあ1番目のパフォーマンスから加算いきましょうか。はい、はい、こちら、ダン、うん、これあの 2PM のね、うん、前ここで終わってたやん、それの続きね、続きね、あげなげな、あげなげ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 な、あげなな、そうそうそう、これあのユソップくんがリーダーを、ユソップね、ユソップがね、うん、リーダーやってたんやけど、はいはい、よかった、リーダー結構、あ、ほんと、うん、あ、そうか、その練習風景見てないの、うん、あ、よかった、頑張ってた、その厳しい厳しいって感じのリーダーじゃないんやけど、うん、うまいことみんなを褒めて、うん、こうモチベーション上げてって、うん、やる気にさせてどんどんやっていこうっていう感じのリーダー、それはそれでなんかすごく良かったし、だってここのメンバーは大変だったと思うよ。ホヒョンに、まあね、ドハがいるわけでしょ、ね、ドハ君も、うん、あんまりだからダンス初心者っぽいやん、うん、武術みたいな、変な武術みたいな踊りになってるよとか言われちゃってて、うん、はいはい、確かにこのパンチとかがね、うん、かっこよくできてなくて、はい、まあ、ちょっと大変やなって感じだったけど、うん、本当に褒めて褒めて、うん、頑張れ頑張れってやったら、うん、すごい形になってリズムを取れるようになって、うん、あ、よかったよかったって思って、うん、まあまあみんな頑張って、本当にあのユソップくんが、うん、あのフィーチャーされてて、うん、ちょっと嬉しかったんじゃない、ユソップファン、ペンはすごくユソップファンはね、うん、もうボイプラではもう本当にゴヌクの影で全然目立てなかったからね、今回はかなり目立ってたし、ね、実際パフォーマンスも良かったよね、うん、そうね、良かった、ユソップくんと、うん、あの歌の子が良かったな、一人な、あ、ヒョヌクくんかな、うんうん、申し訳ないけどその練習風景私見てないから何とも言えないけど、 なんとも言えないけど、やっぱりあの、うん、人によってはノハくんも含めね、うん、頑張ってたけど、うんうん、やっぱりなんかちょっとちょっとまだ、うん、まあれだった、なんだかなんかハマりきってないっていうか、その動きがね、まあね、うんうんうん、難しいだろう、でもまあ頑張ったねっていう感じはすごく伝わった、うん、頑張った、うん、本当中間は結構言われてたから、うん、あ、そう、やっぱり、うん、そっからだいぶ頑張ったなって感じした、うん、言うでしょう ね、でもよく頑張ってあのメンバーで、そうそうそう、すごいそこまで、ね、うん、やったんだねっていう、そう、うん、頑張って、あ、やっぱりユソップが頑張ったんだね、ユソップ頑張ってましたし、うんうん、で結局あのユソップくんチームが勝ちました。お、すごいじゃん、うん、前のチームはキム・スンホくんの、うん、カイくんとかがいる、はいはいはい、ちょっと背の高いチームのね、うんうん、見事に勝ちました。じゃあ勝ったんだ、はい、それはそれで良かったじゃないですか、うん、はい、じゃあ次、うん、はい、はい、じゃあこちらね、お、来た、もうだからエースチーム、エースチームよ、対エースみたいな感じでエースチームで、もうビンファンくんもいるわ、はい、ジュンピョもいるわ、アンシンくんがいて、はいはい、うん、ユンドクくんもいるでしょ、うんうん、で、あと大輔お兄さんもいるし、大輔お兄さんな、で歌がうまいミンジェくんもいるっていう、はいはい、すごい、すごいのが集まったぞっていう感じでした ね、うん、ここはね、かっこよかったわね、もうなんかダンスもかっこよかったけど、うんうん、歌も、うん、ビンファンくんすごくいいな、そうね、すごく声出ててかっこよかったし、うんうん、なんかもう何しててもかっこいいし、なんかセンターがむちゃくちゃ似合うし、似合う似合う、もうセンターですよ、彼は、もうビンファンくんがかっこよすぎて、うん、あの、うん、あの観客の女の子まだキャーってなってたよ、あの女の子はさ、もうどのタイミングでももうなーってなってるじゃん、そう、さっきの 2PM でもうわーってタオル持ってやーってなってて、あれはもう自負アニメーションじゃないのっていうぐらいねえ、うん、差し込んでるのかなっていう、毎回同じような感じでってなった、今回もめちゃめちゃいっぱい抜かれてたから、うん、いいな、興奮症なのかなっていう、あるのそんな知らない、わかんないけど、あーなってましたよ、うん、本当に、うん、やばいよ、わかるけど、うん、なるのわかるけど、あの子寝れてないよ、きっとあの日絶対興奮しすぎてね、もう寝れてないと思う、うん、本当に、ね、まあでもそのぐらいかっこよかった、本当に、本当にでもね、
バランスがすごく良かったこのチーム。そうそうそう、とにかくもうこのままデビューしてもいいんじゃないっていうぐらい、うんね、ダンスもそうだしビジュアルもいいし、そうそうそう、で、ミンジェ君がちゃんと歌をね、うん、バッとこう引っ張ってくれたというかさ、彼、うんうん、もしんどそうだったけど彼は、うん、ね、泣いてたじゃん、だってそう、うん、後でさ発表された時にさ、うん、でまあ純平もね、うんうん、そう純平君も、うん、リーダーもできるし、なんか頼りになる感じあるし、うんまあ、今回は大輔お兄さんが、大輔くんがね、うん、お兄さんがリーダーをやってて、うん、それもちゃんと務めてて、はいはい、リーダー格の子が2人いて、うんうん、ビジュアルメンバーもいて、アンシンくんとかビンファンくんがいて、はいはい、歌えるメンバーもいて、本当にバランス取れたいいメンバーだなっていう感じでした。パフォーマンスもめちゃくちゃかっこよくて、かっこよかった、あの電気ビリビリみたいなやつ、うんうんうん、あそこも結構、うん、あのみんなで意見出し合ってて、一、うんうん、人がこうしようって言ってやるんじゃなくて、みんながこうしたらいいんじゃない、こうしたらいいんじゃないみたいな感じで言い合ってたのも良かったなと、チームワークがちゃんとね、その辺がね、うん、これギャーってなってね。なるわ、これ。なに？ねえ、なんか、すごいよね。なんか写真で見るよりも、どんどん男前になってきてない？最初はさ、私、あの写真プロフィール見た時にね、うん、この子はひょっとしたらクセ者かもよ、なんてことを ね、言ってたけど、ね、全然クセがない。クセ全然ない。ただただ男前で、ただただいい人そう。全然クセなんかないよ、うん。これはもう、正統派のアイドルだなって感じの。中華をいただきましたって感じ。ね、うん、全然もうパクチーとか入ってません。入ってません。ね、全然、うん、全然すごい。みんな好きです。うん、もう間違いなくもうカールセンターでね、もう決まり、うん、私の中ではもうあの町見セブンはもう決まり、センター。うん、ビンファン。ビンファンね。うん、で、リーダーが純平でしょ。ああ、うん、だんだん決まってきてる。うん、ほんで、メボがミンジェ。あ、そうよね、うんうん。そこはやっぱり入れたいよね。そうそう。まあ、この辺はもう決まりかな。まあ、よかった、本当に。よかったです、うん、本当に。で、もう一つのチーム。対するチームが、はい、こちらもシャイニーチームね、うん、ハオくんがまたリーダーをね、チアハオくんね、うん、うん、僕やっていいのってなってたよね、うんうん、だから前回もリーダーやったけど、まあ負けちゃったっていうのは彼の中ですごくね、なんかね、うん、引っかかったものがあって、そうそう、うん、でも今回でもって言ってちょっと泣きながら頑張ってたよね、うん、ちょっとメンタルが心配じゃない、そうよ、だからね、頑張り屋さんなのはすごいわかるんやけど、はいはい、ちょっとメンタルがね、うん、弱そうな感じ。でもここも、だってさ、うん、やっぱり中国人でしょ、うん、うん、それでやっぱりあの言葉も ね全部ちゃんと言いたいことがちゃんと伝わらない状態の中で、まあ、リーダーになって引っ張っていくっていうのはもう大変だと思うよ、うん、そうやね、うん、見知らぬ土地に来てね、うん、やってるだけでもそうよ、まして緑くんもいるわけでしょ、そうよ、うん、だからまあそういう意味でもね大変な中頑張ったと思うし、うん、彼は本当にあの踊りもうまいし、うんうん、ね、綺麗よね、実力があるから、そんなねあの本当はプレッシャーのない中でね、うん、のびのびと実力を ね見せたいところよ、そうだね、うん、だからまたリーダーじゃない方がもしかしたらもっと発揮するかもしれんよ、うんうんうん、もしかしたらね、人に構ってる時間の方が長いわけじゃない、そうやな、教えたり考えたり、うんうん、どうしたらいいかなって、結構ほんと厳しい完璧主義だから、そうね、ね、そうね、うん、そういうとこもあるしね、もうみんなフラフラになってもう倒れそうになってたじゃん練習の時そうほんで、うん、歌える人があんまり多分いなくって、ちょっとギヒョン君に、うん、だいぶ負担がかかってしまったことが、ちょっと私は、ギヒョンペンとしてはちょっと。いや、まあでもね、うん、あの、ギヒョンは今回いい勉強になったと思うよ。そう。だからもっと実力あると思うから、うん、今回ちょっとプレッシャーに感じすぎて出せてなかった感じあったけど、うん、もっとできると思ってるから、うんうん、今回のを踏まえて次もっともっとやってほしいなって思ってる、うん、まあ、実力があるというより伸びしろがあるって感じ、うん、伸びしろが、うん、だからもうあのリハーサルの時ももう本当にわーってただがなってるみたいな歌い方でさ、うん、ソラちゃんにも随分注意されてたじゃない、うんうん、だから そっから本番に向けてさ、結構あのちゃんと力抜いて、うん、しっかりあの発声を、うんうん、あのやってきたっていう、まだまだちゃんとできてはないかもしれないけど、うん、もっとできるなっていうのは見えたし、ね、だからギヒョン君にとってはそのパートを今回させてもらえたのがすごく財産だと思うよ、うんうん、まあね、大変だったと思うけど、大変だったけど、うん、いっぱい分量もあったし、うん、目立ってたからね、そうよ、うん、じゃあハオ君ね、途中であのくるくるって回って
ってすごいってなんかみんながうなってたとかあるじゃん、ね、あるある、まあ、そこはあのボイプロの私はカン・ルイ君を彷彿とさせるね彼もなんかね、うん、そうしなやかなダンスしてたもんね、うんうん、ぜひとも頑張って残ってほしい人だから、うん、ここでちょっとプレッシャーに押しつぶされないでね、そうね、また頑張ってほしいなと思いました、うん、あとは、うんうん、リン君があリン君このチームだっけ、うんはいはい、最後バク転して出てきたり結構良かったかなと思いました、うんうん、私はあなただいたい小学校5年生ぐらいの感じなのね男性の好みはねこの間から言おう言おうと思ったけどどういうこと、なんかウォンチョンがさなんか好きになったとかさ、うん、そうそう他の子もなんかあのすごくなんか急になんか好きになったっていうえなんでって言ったらなんかあのすごい筋肉もりもりでとかあの足が速くてとかピョーンって飛び出てきたりして、もう小学5年生の女の子がもう好きになる、うん、きっかけみたいな、あ、まあ、きっかけはね、うん、きっかけはねこっからまたあのどん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 あれされていくから、うん、だからいっぱい好きになっといてうん、うん、そっからまた選別していくっていう、うん、きっかけが足が速いから足がそ, う、ねうん、それでじゃ あ, あの全体の順位ね、はい、見ていきたいと思います。最後一番最後に発表されたやつです、はい、まあ、35位下からいきますか、うん、ホヒョン、まあ仕方ねえか、そうな、ね、ちょっとな、うんうん、もうちょっと頑張れって感じ、うん、シャオフ、うん、シャオフ君がさ、うん、頑張ってそうなのにね、そうだね、前回頑張ったんだけど今回あんまりちょっとあれか、目立ってなかったかな、うん、目立ってなかったのかもしんないね、本人的にはうんってなっただろうな、まあ、またかみたいな、うん、あの子は真面目でさ、なんかあのおとなしい性格だから、うん、そうなの、うん、知ってんの、うん、知ってる知ってる、うん、だからちょっともう頑張れって、ね、諦めんなって言いたくなる、ね、応援したくなる感じ、うん、そしてハンギョル30歳、そうハンギョルくんなんか前4位ぐらいだったよ、うん、32位がカイくん、カイくんね、まあ、カイくんも頑張ってるけどね、うん、まあ、ちょっとね活躍の機会がなかなかね、はい、うん、で、31位がキ・ヒョンジュンくん、そうグニョグニョした男の子、ね、あ、グニョグニョくんね、はい、うん、で30位が30位アキくん、はあ、意外と低いね、うん、もうちょっと上でもいいんだけど実力からいくと ね、で29位がジュヒョンくん、28位がスンヒョンくん、あああの子ね、うんうん、ね、結構、うん、そうね、男気のありそうな、うんうん、いい子なんだけどちょっと小柄な子ね、うん、そしてドハくんね、27位、うんうん、で脱北くんね26位が、うん、脱北白村ね、はい、そして25位緑、緑くん、うん、もうちょっと下がっちゃったかな、はい、24位ソニャップ、そう、うん、これなんで赤がここまで、そうなんで赤かっていうと、うん、ここまでがレッドゾーンって言って、そうかそうか、うん、危ない、ここまでがちょっと危ないよっていうとこです、うん、みたいなこと、次回ひょっとしたら脱落はもうこのライン、ここまでいかなかった人は脱落ってなったら12人脱落一気にしちゃうことに、3分の1減っちゃうことになりますけど、うんうん、もうそういうことあるかもしれない、ね、あるある全然だって、うん、投票とかプラスされるとまた全然変わってくるから、うんうん、この人たちがっていうわけじゃないけど、24位が一応このラインだよっていうことをね、はい、今回ね、教えてもらったわけですから、まあ、24位以下になってた人はもう奮起して頑張って ね票をもらえるように、ね、うん、でも票をもらえると思う頑張ってください、ね、特に緑くんとかね、うん、それドハもそうよ、ドハ、そう、ドハくんもね、うん、もらえそうだ ね、うん、23位ジャンヒ、ジャンヒ君、あの頑張るけどできない、あ、あの子ね、うん、痩せちゃった子ね、痩せちゃった子 ね、 痩せちゃった子ね、うん、でも頑張ったよね23位ね、そうそうそう、よく言ったよ、うん、ミンジュン君、そう、ミンジュン君で21位、あ、リン君低いね、そう、前高かったのに今回低くなっちゃって、うん、本人もちょっと不服そうな顔してたよ、ね、呼ばれた時に、20位ユンドク、うん、ユンドク君もちょっと下がったかなって感じかな、うんうん、19位ジホ君、ジホ君、ジホ君もね、あのいいビジュアルしてるからね、うん、まだまだ人気出る可能性あります。18位ギヒョン君、ギヒョン君、はい、頑張ったけど18位か、そうね、しゃあないな、今回1位もらったけれども、まあ、うん、そう、ね、1位もらってたのに、評価ではギヒョンは18位、まあでも真ん中じゃない、うん、まあね、まだね、うん、ね、うん、これから頑張ってほしいな、そしてジアハオくんが17位、これも低いな、ね、うん、10位以内にいてもおかしくない人材ですけれども、で16位に07キムスンホくん、はい、07キムス、キムスンホくんってよく2人いるからね、うんうん、15位がヒョヌク、ヒョヌク、ヒョヌクくんもちょっと好きになってる私、うん、そして14位にアンシン、アンシンくんね、うん、13位、チョン・ジェヨン、うん、あ、そして12位ユン・ジェヨン、うん、ジェヨン、ジェヨン、どっちがわかんないよ分かんなくなっちゃったね、うん、見たらね絶対わかると思うけ
11人になんとかミラク、はい、うん、なんかミラク君いつもここら辺にいるなって気がする、ね、11、12とかね、なんかもうちょっとだね、うん、もうちょっとだね本当に、はい、うん、あと一押しって感じ。そうですね。で11位に純ぴょ、純ぴょ君、純ぴょが低いな意外と、うん、あの町見票が高いから ね、 そうね、結構評価が、私はもうリーダーリーダーってリーダーだしもうデビューだしみたいになってるけど、うん、そうそう、うん、で今回、うん、この10位まで呼ばれた時点で、はい、次から、うん、あの台に立ちますって言って9位からはこ、ああそうそう、台みたいなとこに立たせられてたから、はいはい、そうだそうだ、もしかして9人なの、うん、って思ったよね。そうだね、あの感じでいくと9人デビューね、っていう感じだよね、うん、出ないと何だったのあれってことになるもんね、 なんかね、うん、もしかして9人なのかな、いやデビュー関係なくてっていうんだったらじゃあ 10位からでいいでしょうみたいな ね、 そうね、うん、とも思ったけど、はい、なぜかで9位がしおんくん、しおんくんギリギリ9位入りましたね、はい、やっぱ可愛いからな、うん、しおんくんあざと可愛いしおんくんね、うん、で8位にユソップ、そうユソップくんが喜んでたね、上がってきた ね、 もうね、やったって言って、このシリーズのやっぱりもうライト浴びてるじゃん、うん、浴びてる、うん、浴びてる、すごく主要人物になってるし、ね、うん、歌もうまかったしね、ユソップ君って。で7位ヒョンジュン、そうこちらは、はい、あのあなたが推してるヒョンジュン君ね、万年の、はい、若い子ね、うん、6位がミンジェ、そうミンジェ君が前回1位だったから、うん、やっぱり悔しい顔してた、はいはいはい、6位になって、うん、うんって顔してた。いやでもミンジェは6位じゃ6位ぐらいがいい、うん、そうよ、ミンジェはね6位でいいってそんなね、うん、まあ、ずっとね1位1位1位なんてね、うん、難しいし、うん、プレッシャーも感じちゃうと思うよ。そうよ、もうダメダメ、ミンジェは歌はもう絶対もう間違いなく一番なんだから、うん、ね、もうそれがある以上、ね、あの入閣は間違いない、うんうん、と思うけどね。だからね、1位1位になったらもうこうなっちゃうよ、ずっと本当に。そうね、あんまりにもね、うん、1位1位になるとね、なんだったら1回10位以下に落ちていやそんな別にそんな長くてもいいよ、彼のためを思って言ってんだよ私は。そうなの、本当、うん、だから大丈夫だから。そう言わない人もいるじゃん、うん、言う人もいるやん。どういうことそれ、何や、1位でも言わない人もいるし、うん、1位じゃない方がいいっていう人もいるし、うん、どういうこと、1位がふさわしい人はいるじゃん、うんうん、これビンファンもう言っちゃうけど、ビンファン1位ふさわしいじゃん。ビンファンだから天狗になっちゃうから、あんまし1位どうかなとか言わないやん。いや言わない言わない、うん、それはもうもう天狗になっていいのよ。あいいの、うん、ビンファン、ビンファンはそうなんだ。だって誰もが認める1位なんだから逆に天狗になってもらわないと困んの、こういう子は。あ、うん、もっとそういうっぽいオーラが、うんうん、俺だぜっていうね。逆にないもんね、ビンファンって。そうなんだよ、うん、なんかね、うん、謙虚な感じがひしひし伝わってくる、うん、そうそう、そんなに競争競争って感じがあんまり伝わらない、うん、もう別に性格悪くなれっていうんじゃなくて、うんうん、自信を、自信を持ってね、俺がここのグループの顔だっていう、うん、あのそういう意識を持ってもらうためには、うん、やっぱり1位の子は1位でなきゃいけないっていう、うんうんうん、そういうこと。5位はウォンチョン、ウォンチョン、ウォンチョン来た、ね、嬉しい、なんか柔道部員ね、ね、ウォンチョンが5位よ。こんなところに来るとは思ってなかったけどでもあのステージ見たらさ、全然、うん、主人公だったからウォンチョン、うん、もうさトップ3に入ってもいいぐらいの存在感だからね、うん、すごい良かったよね、そして4位にキムスンホ、はい、あ06の方、06のキムスンホ、あなた推しのね、私推しのキムスンホ、うん、はい、スンホ、フーコもいいじゃん、うん、ね、すごくいい。前の時もちょっと良かった。スンホ君のグループはさ、うん、スンホ君以外全部あの赤色のレッドゾーンだったよそうだった、うん、本当スンホ君以外全員レッドゾーンだったのスンホ君が稼いでたのかな、点数だいぶな。でそして3位タクマ、そうよかったね。いやなんかタクマくんがとうとう、うん、ね、日の目を見たね。そうね、うんうん、なんかあんまり分量がそこまであるってわけじゃなかったけど、うんうん、でも確かに実力はある子だったやん、うん、みんな、はいはい、絶対出てきたらみんなワーオーって言って褒められる感じの子だったから、はいはい、うん、ここで3位になったのがすごく良かったなと、うん、まあ、今回ね評価を受けまして、うん、このままちょっと頑張って ねもらいたいなというところです。でそして2位に、ちゃんヒョンジュン、そう、うん、ヒョンジュン君ね、あの歌が上手くて、はいはい、厳しいリーダーのヒョンジュン君、うんうん、そうそう、私も大好きなヒョンジュン君が2位になりました、うんうん、そして1位ビンファンと、うん、はい、この1位2位3位なんかいいよね、うん、いいんじゃない、ね、うん、なんかこのままいってほしいなって感じのする1位2位3位だなって思う、うん、だから9位までがデビューと考えて、うん、まあ、もう悪くない悪くないメンツだけれども、そうだ、ね、ただ10位に純ぴょが漏れてるんだねそっか、うん、なんとか純ぴょ入れたいんだもんね、まちみはね、うん、まあ、まだね、こっからさらにオンライン投票とかがいろいろ加わって、はいはい、で、うん、次またあの、また A と B に分かれて、奇数偶数で、また分かれて、また対決して、
さらにまだ順位が出ると思うから、うんうん、まあ、今回はまあ脱落者は特になしということだったんでね、よかったんですけども、いよいよもう次のミッションからはいよいよ脱落者が出る可能性がね、大きいですよ。もうだってこのラインを決められたんだから。そうだな、うん、脱落ボーダーライン付近にいる人はもう頑張ってもらわないとだし、ミラクあたりはもっと上を目指してほしいなって。そうそうそう、ね、もうちょっとだからね、うん、なんかとか10位圏内入ってほしいな。そうそう、やっぱり日本人2人は欲しいもん。いいと思います。はい、ということでございました。はい、ということでしたけれどもね、まあまあ何気にじわりじわりと盛り上がってきているこのめめワン、うん、ね、本当にね、うん、面白いよ。そうですよ、だからこの間もね、サババン好きなやっぱり女性陣とね、お昼ランチをしましてね、みんなでね。そうだね、でその時話してましたけれども、やっぱりM ネットさんのね、サババンとは違って、お金のかけ方がちょっと違うけれども、でもやってる心、人たちの心のね、内とか思い、夢みたいなものは全然一緒だから。そうそうそう。だから見てたらもうキラキラ輝いてて、どん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 ハマっていくね、なんつう話。なんつうね。その通りだよね、なんて。ね、楽しませていただいております。はい、ということでございまして、皆さんの推しはどうだったですかね、いろんなそんなことも教えてください。感想をこちらの方にどんどん書いておいてください。よろしくお願いします。ね、この場動画に対しての感想も結構です。よろしくお願いします。はい、そして、ここまで見ちゃった方、見ちゃったボタン、パン、はい、押しておいてください。あとはチャンネル登録です。こちらどうもよろしくお願いいたします。はい、まあ、数少ない MA1 を取り上げているチャンネルの一つでございますからね。まあ、ほっといてもおすすめで上がってくるよなんていう方もいるかと思いますが、まあ、そうおっしゃらずに、私たちも頑張る気力になりますからね、ぜひともチャンネル登録、はい、強いよ、しつこいようですが、よろしくお願いします。おかえりお疲れこんばんは。今日もまちこと、まちこじゃない、今日まちみと夢まちがお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。